はい、皆さんこんにちは。ワナルグルビッシュです。今回は信長の野望創造戦国立志伝村上義清でのプレイ続きをやっていきたいと思います。この村上義清でのプレイですね、今までにご覧いただいていた方はご存知かもしれないんですけども、当初はですね、外交禁止縛りということで、始めたプレイなんですけども、その後ですね、第6回で奮戦むなしく武田家に滅ぼされてしまった村上家なんですが、その後武田家臣として仕え神原城を拝領したわけなんですが、その後長尾家、後の上杉謙信にその武田家が攻められてですね、衰退の一途をたどる中、その上杉謙信から誘いを受けて長尾家へと寝返りました。そして前回ですね、その長尾家がさらに北条家に攻められ衰退の一途をたどる中、自らの意志で北条に寝返っていったというのが前回になります。今回はその続きでですね、いよいよ宿敵武田家、武田信玄と雌雄を決する、そういうシーンをお届けしていきたいと思っています。でですね、ちょっとここ何回か大変申し訳ないんですけども、マイクがですねちょっと調子が悪くて、プレイ動画と今私がお話している実況に関しては別撮りで、それぞれ収録してますので、その点だけご了承いただければと思います。では今北条勢が村上も含めて義清も含めて躑躅ヶ崎館、信玄の本拠地ですね、ここに向けて出陣していくというところになります。ここは三方向から包み込むように信玄と戦っていくっていうことをすれば、すぐに落城させることができるんですが、ここはもうね、大詰めというところもあるので、回戦をしていきましょう。というところで回戦をしたら、信玄に逆に夜襲をかけられて混乱に陥っているっていうね状況からのスタートになります。この辺りはさすが信玄っていうところですよね。しかも信玄と義清がもう至近距離で相対するっていうね。ここはシッターを使って一度体勢を立て直しました義清です。で、信玄はというと城内へと一度退却していきます。ここ野外でね、数を頼みに信玄の兵力を削るっていうのが一番良かったと思うんですが、信玄ここはそのあたりちゃんと分かっているんですかね。城内へと退却していきます。さあ、城門を突破した信玄を追うように二の丸へと突入していきましょう。でここで信玄がね、北条勢を迎え撃つ場所なんですけど、ご覧の通りこう多方面から攻撃を受けないような路地みたいなところで迎え撃ってるんですよね。この辺りもさすが信玄っていう感じなのかな、たまたまなのか信玄ならではなのか。これだとその包囲殲滅みたいな形ができないので、信玄の兵力の減り方っていうのがだいぶ緩やかになってきますよね。味方からするとその信玄の攻撃力、統率力、戦闘力に対して1対1で向き合うよりは絶対多方向から攻撃する方が有利でことが運べるんですが、ここは信玄がきっちりそれをさせないようなところで迎え撃つ形になってます。最後は数を頼みに信玄を撃破しました。でこの後はですね、残された
武田側の城高遠城、こちらを攻めていきたいと思います。これで信玄の本拠地筒井ヶ崎館を取りました。本当はね、ここに村上の旗印で取りたかったんですけどね、北条の庇護のもと、まあとはいえ筒井ヶ崎館を取ったというところです。表情を始めましょう。先月の終始です。で、残された武田側の城はもう残り一つ、高遠城のみになりますので、高遠城ですね、高遠城に向けて義清も兵を出していきましょう。で、ここは勘助をもらい受ける場面ですね。もう信玄の軍師勘助、武田四名神の一人、内藤正豊、もうこの辺りを家臣に加えている村上義清ですが、もうすでに北条にありというところなんですよね。一番最初、かなり苦戦の外交禁止縛りで武田に滅ぼされた後、長尾に寝返り、北条に寝返り、そして今、武田を討とうとしている。表情を始めましょう。先月の終始です。まあ、勢力図でいうとやっぱり織田、島津、北条、この辺りがね大きな勢力で、それに続いて伊達毛利というところになってくるかなと思います。でいつものパターンだとさらに、まあ進行していくと、島津が中国地方に上陸して毛利を食っていくっていうねことが多いかなと思います。で、北条と伊達はまあその時々にもよるんですが、まあ、北条が伊達を駆逐していくパターンもあれば、まあ、稀にですけどその逆のパターンで伊達が北条を食っていくっていうパターンもありますからね。ご命令くだされ。先月の終始です。表情を始めましょう。先月の終始です。先月の終始です。出陣するぞ。これで、高遠城攻めの準備がすべて整った形になるんじゃないかな。そうですね。なのでこの後はついに武田最後の城高遠城を攻めていきましょう。で、高遠城も実は結構攻めにくいというか、まあ、守るか側からすると守りやすい、攻める側からすると攻めにくい城にはなっています。なので、まあ、城にこもるには高遠城おすすめではあるんですが、さすがにここ何回かプレイしてきて分かったこととすれば、まあ、10万を超えるような軍勢に攻められると、いくら堅牢な城でも落ちてしまう。
まあ、せいぜい3、4万であれば一度、二度跳ね返すことは、まあ、できるかなというところなんですが、10万を超えるような軍勢が波状攻撃を仕掛けてくると、もういくら回収を進めていても、城の耐久、城門の耐久が持たずにですね、城の中になだれ込まれてしまうっていうのが、まあやっぱり兵力差のある場合には起きてしまうので、いくら高遠城であれ、砦城であれ、守りやすい城でも、兵力差は埋めておくに越したことはないですね。その点弱小大名だとそこが難しいところにはなってくるので、まあ、生き残っていくのが難しいっていうのが、その外交禁止の場合だと特に顕著に出ていたのかなというのが、この村上義兄弟のプレーで、感じたこと、感想ですね。さあ、では出陣していきましょう。いざ戦へ出陣しよう。承知いたしました。で、この高遠城でも春信信玄が、迎え撃つという形になります。で、ここも回線を仕掛けていくんですが、ここでもね、夜襲奇襲を受けて信玄に後ろを突かれる形になるんですね。ここでも義清と信玄がまた相対するっていうね、この構図になります。で、また体勢を立て直していきましょう。ここでシッターを使って体勢を立て直しました。で、ここからはですね、信玄に城内に逃げられないようにきっちりね、他の部隊と連携しながら信玄の城への退却路を断ちつつ戦っていくっていう形になりますね。やっぱり城内に逃げ込まれるよりかは城外で倒しておいた方が圧倒的にこちらの兵力、戦力の消耗を下げられるっていう点から、外に出てきてくれているところはもう確実に外で仕留める、城外で仕留めるっていうところが重要になってきますね。逃げるにしかずよ。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。さあ、では高遠城の最後の総攻撃仕掛けていきましょう。今焼き打ちをしていて兵糧を回復させていたところなので、兵糧がねしっかり刈り取りができたら最後は力攻めですね。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。
力攻めで武田を滅ぼしました。これで、村上牛宮殿のプレーね、武田に滅ぼされた後の目的だった武田への怨念返し、恨み返し、仇討ち、敵討ち、この辺りが完遂できたというところですね。まあ自分の力というよりかは長尾に頼り、北条に頼りというところはあったんですが、やっぱり外交禁止でプレーをスタートするとなかなかね難しいですね。せめてその外交一切を禁止するのではなくて、例えば同盟は禁止するとかね、もう少し条件を緩くしていれば、もう少し違った展開になっていた可能性もあったかなと思うんですが、外交その一切を禁止した弱小勢力でプレーすると、まあ、遅かれ早かれ滅んでしまうのかなというのが、今回プレーしてきた印象になります。村上牛宮殿のプレーは、まあ、一旦ここで、終了させていただく予定で考えてはいます。まあ、ちょっとね、この後続きもっていう声が、すごく多ければ検討しようかなと思うんですが、一旦ここで終了にさせていただいて、また別のシナリオでプレーをしていきたいと思いますので、そちらの方もぜひぜひ皆さんにお楽しみいただけるよう頑張っていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。